西側正面のオアシス21愛知芸術文化センターは愛知県名古屋市東区東桜一丁目にある文化施設である。名古屋市東区東桜の愛知県芸術劇場、愛知県美術館、愛知県文化情報センターの3施設からなり、その他に名古屋市中区三の丸一丁目の愛知県図書館も愛知芸術文化センターの管理下にある。 1992年10月30日に開館。設計は A&T 建築研究所。施行は大成、大林、鹿島、清水、河野池、戸田、矢作、小原、大井建設共同企業体が行った。建設に630億円の拒否が投じられた。なお、愛知県図書館は前年の1991年に開館している。名古屋都心にある 文化施設で名古屋市営地下鉄坂駅、名鉄坂江町駅アオアシス21のバスターミナルと直結している。愛知県芸術劇場のホールでは各種コンサートなど様々なイベントが行われている。愛知県文化情報センターは映像、舞踏、音楽の学芸員を要する組織であり、この地域に対して現代芸術の紹介、普及を行っている。美術要所の タリカコレクションを中核とする愛知芸術文化センターアートライブラリーは芸術関係の公開図書館としては全国有数の増殖を誇り地域の文化研究活動に大きく寄与しているオープンから約2年後の1994年5月29日愛知芸術文化センターの追加工事契約の予算執行などに関して 副知事の奥田信幸が大勢建設から計2000万円の賄賂を受け取ったとして逮捕された。さらにゼネコンへの赤字補填疑惑が生じ、住民らは同年12月、工事を受け負った大勢、大林、鹿島、清水、河野池、戸田、矢萩、小原、大井建設共同企業体や奥田らに対し、 総額約30億円を県に返還するよう求める住民訴訟を起こした。2003年7月18日に和解が成立し、被告は計10億円を県に支払うことになった。JV9 社のうち大手6社が9億5250万円を、地元3社が4750万円を支払った。ありがとうございます。